ブラック差別動画ドワンゴに削除命令、全国初ニコニコ動画の投稿、神戸地裁支部というのがね、今朝の神戸新聞ネクストに載ってて、それでこのうちのチャンネル、神奈川県人権啓発センターのことじゃないかって言ってね、問い合わせがいくつか来たんですけども、結論から言うとこれは全然関係ないです。そもそもうちは YouTube だし、ね、ニコニコ動画に上げてないですから。で、今このチャンネルのアクセス数が上がってるんだけども、もしこのニュースをきっかけに YouTube とかで動画検索して知った方はね、ぜひね、うちにチャンネル登録、いいねしてください。神奈川県人権ケアセンターっていうのも、そのね、よくこの自治体なんかからブラック差別などと言われてる動画を上げてるんだけども、本当にね、あの啓発教育チャンネルなので、で、実際にね、公務員の人とかね、学校の先生とか、あとは会社の総務、法務担当の人なんかはね、うちのチャンネルに登録してどんどん啓発されていってですね、この人権教育だとかね、この童話っていうもののね、闇とかね、インチキというものをどんどんと知って、なおかつこの部落についてのね、童話行政だとか歴史についてもですね、どんどんね、新しいことを学んでいってるので、ぜひこのチャンネルに登録していただければと思います。なおかつこのハッカーミムも読んでいただけると大変ありがたいんですよ。 Amazon で売ってますので。で、これについてね、解説するんだけど、仮処分を申し立てて、で、ドワンゴが、まあ、ドワンゴから動画が消されたとかいろいろ書いてあるんだけども、これ見てもね、なんかよくわかんないっていう感想の人が多いんですね。で、仮処分って何かっていうと、これはもう文字通り仮の処分ですね。裁判を提起するっていう前提で、まずとりあえず何とかしろっていうことで、仮の処分っていうのを裁判所が出すんですね。だから、これね、ドワンゴ側が、あの、起訴命令申し立て書って言ってね、本裁判を起こしてくださいっていう申し立てができるんです。それで、この訴えた、この自治会とかね、狭山市とか、そっちの方が応じなければ、それでもう仮処分ってもう最初からなかったことになってしまうわけです。だから、まあ、この仮処分っていうのが実際有効になるかどうかっていうのは、今後のドワンゴの動き次第。でも大体はね、その、ドワンゴが応じずに、なんか立ち消えというか、なんかうやむやになるっていうパターンが多いんですよね。で、あとこの記事ね、ちょっと不思議なことがあって、YouTube とライブドアブログにも上げてあったんだけど、消されたってあるんですよね。ただね、YouTube、管理者 Google 合同会社ってあるんだけど、これ、書いた記者知識がないのかな？ Google 合同会社っていうのは、Google の日本法人で、YouTube の管理者ではないです。YouTube っていうのは、YouTube っていうのはちゃんとそのカリフォルニアに会社があって、そこはGoogle LC っていう、ヘッドクォーターですね。アメリカにある、そこの子会社なんで、Google 合同会社は日本法人なんで、YouTube とはこれ関係ないんですよ。どっちかと兄弟会社っていうことですよね。だから、Google 合同会社が YouTube 管理 してるっていうわけじゃないんで、Google が消したとか、なんかこっちにはね、Google が消したとか、YouTube 消したとか書いてあるけども、そのあたりもね、ちょっとこのあたりは信憑性がないと思います。もしかしたら、投稿した人が自分で消したんじゃないかなと思うんですよね。YouTube で消されるんだったら、真っ先にこの神奈川県人権啓発センターの方が消されると思うんですよ、はっきり言って。神奈川県人権啓発センターは、多分法務省とか、あとは各地の自治体とかね、あとはもう確実なところじゃ解放同盟からね、その削除要請受けてるんです。ただそれもなんか、なぜか Google 合同会社で削除要請が申し立てられてるんですよね。まあ僕はそれ Google 合同会社関係ないよって言ってるんだけど、YouTube は YouTube なんでって言ってるんだけども、ただその YouTube は自主的に消すんだったら、うちなんか真っ先に消されてるはずなんです。だから、ちょっとこの記事はね、信憑性のないところもありますね。で、内田教授によると、まあ、この界隈はもう解放同盟の御用学者なんで、もう何とでも、もうこの辺何とでも言えるんで、タイトルには啓発学術などと記載っていうのは、多分うちのことですね、人権啓発団体などを名乗りっていうか、まあ実際人権啓発団体ですからね、神奈川県人権啓発センターは。それが抜け道にな、規制の抜け道になってるとか、なんかそういうことを言うんだけども、でもまあ解放同盟なんかやってることはね、あれ、もう学術というプロパガンダですかね。プロパガンダならよくて、学術啓発はダメっていうのもおかしな話で。で、この先はちょっと僕の想像になるんだけども、この神奈川県人権啓発センターにも、実はすでにね、法的措置が取られてるんじゃないかと思います。いろんなところから。
仮処分とかね。で、これ裁判の手続きとか知らない人は知らないと思うけども、仮処分ってね、確かね、実際にじゃあその処分っていうのが認められなかった場合は、多分相手に通知されないんですね。だから、多分どこかの誰かがね、神奈川県人権啓発センターの動画けしからん削除しろって言って裁判所に申し立てられて、で、それが裁判所に認められなかったっていうケースはね、実はすでにもう何件かあるんじゃないかと思います。うちに通知されてないだけで。ただまあ数打ちゃ当たるで、誰か裁判官が一つ認めればそれ通るんで、通ったものはたまたま来るっていう可能性はあるんだけども、今のところうちには来てないですね。多分ね、僕に対して、神奈川県人権啓発センターに対して申し立てしないと思うんですよ。これもそうなんだけど、多分 YouTube とか動画運営サイトに申し立てしてるんじゃないかと思うんですよね。YouTube に対しては、すでにね、決定が出てる可能性もある。仮処分が。実は出てる可能性があると思う。ただし、YouTube がそれについて無視してるっていう可能性。この可能性も結構高いと思う。で、これもちょっと法律の問題になるんだけども、YouTube ってアメリカのカリフォルニア州にあるんですよ。で、じゃあカリフォルニアの会社に対して、そういう動画削除しろっていう日本の裁判所が仮処分かけられるかっていうと、現実的にはかけられないです。で、一応まあ条約があるんでね、民事訴訟の判決の効果とかはね、そういうのは、一応アメリカでも原則有効ではあるんだけども、カリフォルニアの法律調べたんだけども、この言論とかね、表現の自由とかに関わるものに関しては、もう原則ね、外国の裁判所の命令ってね、通用しないそうなんですよ。それはお金の問題とかね、お金払えとかね、例えばこの売掛金踏み倒してるから払えとかなんかそういうね、そういう話だったら通るんだけども、こういうね、表現の自由とかに関わる問題に関しては、やっぱりアメリカって自由の国っていう自負があるんで、なかなかね、外国の裁判所の判決というものを、認めるっていうことがないっていうのが実情なんです。だから僕としてはおそらく YouTube にすでに仮処分が行われてるんだけど、YouTube は聞いてないっていう可能性は高いと思います。だからその YouTube、まあ、ここではカッコ Google 合同会社って書いてあるけど、これはまあ間違いなんですよ。だから、YouTube がね、消したっていうのは僕信憑性が低いんじゃないかなと。消えたとすれば何か別の理由だろうと。あとね、自治会の意向で投稿者の特定などは求めていないってあるんだけども、この理由大体想像がつきます。投稿者がもし、神奈川県人権啓発センターだったらややこしいことになるからですよ。だって僕訴え返すもんね、絶対。絶対僕だって特定したんだったら僕、この自治会の、がどこの誰かっていうのを調べて、反訴しますからね。反対に訴え返すからね。だから、そういうのはややこしいことになるから、その投稿者の特定っていうのをしないんだと思います。でもね、この、まあ、どこの自治会かっていうのは、まあ、調べればわかると思うんだけど、この自治会の方に言いたいけども、投稿者別に特定しても大丈夫だと思いますよ。僕じゃないんでね、これ、ニコニコ動画に僕投稿してないんで、これ僕じゃないですから、別に投稿したからって僕はね、その、訴えたりとかしないんで、ぜひ、投稿者の特定ね、求めた方が僕面白いことになると思いますよ。裁判になったらね、ぜひね、丹波、篠山市探訪も兼ねて、ぜひね、裁判傍聴に行きますんで。ということでね、今日の啓発動画でした。